どうも、週刊ファミ通の上川翔です、早くも6回目を迎えました大好評の電動 TV。 今僕がどこにいるかというと、我らの仕事場、週刊ファミ通の編集部です。ここでですね、週刊ファミ通が作られているわけなんですが、ちょっと見ていきましょう。さあ、こうやってみんな聞き迫って週刊ファミ通に作っております。いました、こうやってね、こう仕事バリバリ続けやってるのに寝てる。おっと、ここでっまあ、こんなね、こんな感じでみんな頑張って仕事してるわけなんですけれども、実はあそこが、はい、お花ペンさせた編集部です。こういった編集部で今回お送りしたいと思います。それでは週刊ファミ通877号から881号の電動入りしたソフトを見てもらいたいと思います。どうぞ。アーバンレイン、さまざまなアクションを駆使してギャングたちを倒そう。物語が進行すると仲間や技、使用できる武器などが増えていくぞ。NBA ストリートショーダウン、NBA の選手を操作し 3on3 で対戦しよう。キャラを作成して育成していくモードもあるぞ。ワイヤレスで2人対戦が可能だ。ギルティギアイグゼクスシャープリロード、アーケード人気タイトルの移植版。ストーリーモードやサバイバルモードが追加され、ワイヤレスで通信対戦も可能なのだ。ドラゴンボール Z スパーキング、原作でおなじみの Z 戦士たちを操作しストーリーを追って戦おう。天下一武道会や100人と戦うアルティメットバトルで技を競え。最強のフュージョンだ。ガンスタースーパーヒーローズ、傑作アクションシューティングがスーパーになって帰ってきた。多彩な武器を駆使しステージをクリアしよう。選んだ難易度とキャラで物語が変化するぞ。コードエイジコマンダーズ、継ぐもの継がれるもの、キャラクターをカスタマイズして進化させ多彩な攻撃方法でステージをクリアしよう。プレイスタイルごとに進化が異なるぞ。プリンスオブペルシャ剣士の心、過去と現在を行き来しながら冒険の舞台時の島の謎を解明しよう。トラップや障害などを多彩なアクションで乗り越えるのだ。バーンアウトリベンジ、爽快感抜群のレースゲーム最新作。一般車を巻き込むクラッシュに加え新たなゲームモードも多数収録。ド派手な破壊を楽しもう。バーンアウトレジェンド、プレイステーションポータブルだけの新要素はもちろん、ソフト1本で通信対戦が可能なゲームシェアリングにも対応しているぞ。研修医天道ドクター2命の天秤、タッチペン操作の医療アドベンチャー第2弾。診察や手術の種類が増えたほか、集中すると手術のヒントを見ることができるのだ。今月の1本目はこちら、見事ゴールドイレンドを入れ果たしたプレイステーション2が発売中の神すぎだよ本当。あレイですよ。なんで噛むの。そんなテスラが、テスラが大丈夫、本番実用のところ。最初から噛んだじゃん、だってもういいじゃない、だからもう。はい、今月の1本目は、見事ゴールド殿堂入りを果たしたプレイステーション2で発売中のアバレイです。担当はですね、ファミ通ウェブ DVD のおなじみのこの方です。はい、どうもブンブン丸です、よろしくお願いします。ブンブン丸はちょっとファミ通ウェブ DVD でね、はい、ちょっとサッカーのコーナーでちょっと跳ねてるようだけど、はい、ここのコーナーは俺のコーナーだから、まあ、調子乗るなと。あんま調子乗んないで、はい、こう誰が上かっていうことをちゃんと把握してやってください。わかりました。それではですね、アーバンレイをブンブン丸さんから紹介します、はい、よろしくお願いします。アーバンレイってどんなゲームなんですか。
まああのですね、ボディーガードのブラッドホークっていう主人公がいるんですが、うんはいはいまあ、彼が、まあ、町の用心棒になって、うんまあ、依頼を受けてこう町のゴロツキども相手にですね、うんまあ、殴る蹴るの戦いを繰り広げていくわけで、あ箱庭で、はいはいでまあ、ミッションごとに結構細かくパート分けされてて一個一個がすごい短いんですけど、まあ、その数がすごい多くて、なるほど、ミッション繰り上がったのがアクションゲームです、はい、1対多人数が基本でストーリーが進んでいくとパートナーと一緒に、うんまあ、2対いくつかの2対複数とかもしくは2対2とか、なるほどね、システム的にはですね、うん、フリップを用意したんですが、うん、基本は3組で、まあ、これらに対してスペシャルアーツは、うんまあ、結構一時的に無敵になったりするんで、必殺技みたいなね、まあ、これでピンチを乗り切りましょうという、そういう感じですね。あの有名格闘ゲームのキャラクターが出てる、そう鉄拳のですね、はい、ホールとマーシャルローがですね、はい、登場します。鉄拳に慣れ親しんだ人もやれるようなアクションゲームになってる、はい、パートナーに武器投げさせたりとか、うん、もしくはパートナーと一緒に2プラトンで攻撃したりとか、うんそういう派手なシステムがいっぱい入ってるんで、なるほど、ね、かなり見た目的にもプレイしても面白いかなと。格闘ゲームっていうよりかアクションゲーム寄りのですね、はい、基本説明するということで、まあ、こういう箱庭内で、そうですね、こうやって視点を変えたりとか敵をロックオンして、結構アウトローなやつらがこうたくさん出てくる、そうですね、打撃を避けて、うんまあ、そこから反撃したりとか、こんな感じですね。今みたいにピンチの状態になったら、うん緊急回避ですね、スペシャルアーツで、うん、あの回復するとスペシャルアーツ、はい、多人数相手にする場合はできるだけまあ一方向に敵を固めるようにして、固めてね、周りの背中からこうやられるときついから、はい、周囲から固められるとねもうそのままやられちゃいますから、まあ、投げに関しては、うん、相手がいっぱいいる場合は、うん、狙ってる間にちょっと攻撃されたりするんで、うん、そんなに狙えませんけど、うん隙があればね、うん、狙っていった方がいいですね、うんまあ、こういうの相手を浮かせてからこうやって投げることもできるので、なるほど。ミッション15なんですけど、うん、ここからあの角なしって言って徐々に敵が雑魚からボスキャラクラスの敵が登場するようになるんですよ、うん、こいつね空手道場の、まあ、艦長なんですけど、基本はですね相手のダッシュを誘って、うんまあ、ダッシュしてきたところに技を置いといて、うんまあ、コンボを決めるって感じですね、うん、で雑魚と違ってスペシャルアーツやって回避したりとか避け出したりするんですよ。すげえな、追い打ちもきっちりやってるよね。集中攻撃して、うん、こうですね、ここに1個集中攻撃して、まあ、今みたいにチャンスがあればかわしたりとかで浮かせて、まあ、落とすと、はい、調子に乗ってザコみたいにもう迂回をするとあのコンボばっかりとすると、うん、コンボの途中で割り込まれたり返されたりするんで、うんうん、ちゃんと強力な吹っ飛ばし技で締めてまた再度コード風のところを叩くと、こんなところですね。これ4人とかでもできるんで、あ4人でできるんだ、2対2とか、まあ、全員でバトルロイヤルとかいろいろものがありますね。じゃあとりあえずそれやるしかないね。やっときますか。じゃあ、ということでね、はい、今回はですね2人用意しました、はい、こちらです。これねヘル番長とその手下です、はい、やつが本当担当者をちょっとこの間空気読まねえでやっつけちゃったから、はい、今回はちょっと俺もやっちゃおうかなみたいな感じで、あ、なるほどね、はい、まあ文丸さんが言えば楽勝なんですけど、まあ楽勝じゃないですか。はい、行きますよ、じゃあ。はい。一人だけね、なんか空気まねで、武器持ったやついるけど。あいつ、割といつも空気まねですよね。そう。はい。はい。何で来てんだろう。何やってんだろう。はい。はい。はい。おい、ヘルパンチ、お前走ってるだけじゃねえかよ、お前。たたたたたたた、僕狙うから。えい。こっち来いって、だから。はい、はい。待て待て待て、助けろ、助けろ、助けろ。投げてやってる。武器出た、取る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 。はい。えい。えい。どっちか、どっちかで取る。あ、ポール弱ったんですよ。ポール弱った。ちょっと武器俺が何とかするから。あ、死んだ。あ、あいつ、晴れてるよ、晴れてるよ。スーパーってんの、スーパーってんの。スーパーってできた。あ、逃げました、逃げた。こいつがおかしいんだって、このクイックズマン。いやいやあれ結構初心者殺しなんで、ね、ファミツチームは足取ってるとこで、このゲーム面白いんですよ。楽しいっすよ、うん、あの他にもあの特定のオブジェクト破壊するルールとか、はいはいはい、まあ与えたダメージとかルールいろいろあるんで、なのでみんなで盛り上がってね、はい、勝ったり負けたりして楽しんでくださいですね。赤ちゃんはどこから来るの。バラエティに富んだ数々のゲームをこなし、意中の彼女と仲良くなろう。子作りモードでは友達との相性診断によってさまざまな赤ちゃんが誕生するぞ。スーパープリンセスピーチ、さらわれたマリオを助けるため相棒カッサーを駆使して大冒険。ピーチ姫の気分喜怒哀楽を切り替えることで多彩なアクションが使えるのだ。
ポケモントローゼ。上から落ちてくるポケモンをスライドさせ、縦か横に並べて消そう。無線通信を使って2人で対戦したり協力プレイで遊ぼう。義経英雄伝修羅。32人いるキャラを操作し、仲間に指示を出しながら多くの敵を倒せ。義経以外の視点から見たシナリオが追加されたぞ。ワンダと巨像。魂を失った少女を目覚めさせるため巨像に立ち向かうファンタジーアクション。剣を日の光にかざして巨像の居場所や弱点を見破ろう。ウルトラマンファイティングエボリューションリバース。ウルトラマンやバルタン星人などを操作して必殺技を決めろ。怪獣ごとに倒し方が違うぞ。キルゾーン。欧米で大ヒットした FPS が日本上陸。仲間とのやり取りや16種類もある武器を駆使して敵と戦っていこう。突撃ファミコンウォーズ。バズーカ兵や戦車などを操作し各ミッションに挑もう。クリア時のスコアが高いとボーナスミッションが選択できることもあるぞ。コールオブデューティーファイネストアワー。ドイツ軍と戦う兵士になり、仲間と共に作戦を成功させよう。 Xbox 版はオンラインで対戦することが可能なのだ。フロンティアストーリーズ。新米ゲートガーディアンになり、開拓者の安全を確保しながら地上を目指そう。開拓者の行動はプレイヤーとの信頼度によって変化するぞ。さて続いて紹介するのは任天堂 DS 発売中のこちら、赤ちゃんどこから来るの通称赤どこです。紹介してくれるのはこの人です。どうもこんにちは、また来ちゃいました、週刊ニュースの天野です。またかよ、3回目だよ。全然もう来ない間にもうカミカミだし NG 出しまくりだって聞いたんでね、一応僕は来てリラックスさせたいの。まあまあ分かった、ね、俺のポジション狙ってるっていうか。こんな感じなんでよろしくお願いします。さて赤ちゃんはどこから来るのなんてね、このドキッとするのタイトルなんだけど、これはあれだよね、君のためなら死ねるみたいなね、はい、シリーズということで。そうですね、はいはい、どういったゲームなんですか。まさか出てくる。独特なあの世界観と、うん、あの Nintendo DS のハードの機能をフルに生かした君シネを、うん、まあ、さらに進化させたのが今回の赤どこなんです。今回の赤ちゃんはどこっていうのが何テーマが、もちろん今回も愛なんです。愛なんです。前はですね、愛なんで、はい、前はあの愛をこう育むっていうテーマなんですけど、今回はですねさらに突っ込んで、うん、もうすぐこう仲良しになりますから、うん、さらに深い愛とかイチャイチャ感をこう楽しんでもらおうっていう、まあ、ゲーム自体は前と同じでストーリーの中にいろいろゲームが入ってアクションゲームが入ってる感じなんですけど、まあ、今回も2人の前にいろいろ難関、はい、ライバルとかお邪魔するキャラがいるんですけど、うん、それをこう乗り越えていくというアクションゲームがたっぷり詰まってますね。ね、はい、愛とは無縁の天野くんがこう紹介するってことでね、まあその方がね、2ゲームをご紹介していきたいと思います。見えてる方がいいと思う。冒頭からちょっと見ていきたいと思うんですけど、うん、オープニングね、はい、最初はあのそうですね、偶然あの見つけた、一目惚れした女性をですね、はい、こうなんとか気を引くために遊ぶってことですね、はいはい、基本的なタッチ&スライド、そうですね、そうですね、逆走、逆走ですね。これもエスカレーターを駆け上っていく感じで、主人公がこういろんなライバルがいるんで、さあレベル5、頑張って頑張って序盤だからね、こんなところつまずいたらもう軽きますよ、あまり一生相手に入んないみたいな形になるから ね、まあ、ちょっとこうミスった場合はこうなりますっていう感じで、もうどんどん上がってきますからね。はい、おめでとう。はいはい、まだ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 勝手なことじゃないですよね。おい来た来た、はい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 、もうすでにもう仲良くなってるんですよ、このもうすでに仲良くなっちゃった。で、彼女の家に行くっていう、もう早いなおい、お前あれ
何これ横に持ち帰ってくださいですからね。こう四つ葉になってんじゃねえか。これバラ持ってきたバラをこういい感じに匂いを嗅がせる。いいのこれ、はい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 、みたいな。これは腰の動きやばくないこれ。なんとかすでも近づけると痛いな。痛い。バラのトゲがね、トゲが刺さるんで。他にもないの。他にも今回ですね、ストーリー的には、うん、主人公に恋する幼なじみの女の子がいるんですよ。それがですね、ちょっとギャルゲーみたいな設定だね。 それが2人の恋情を邪魔しに来るんで、うん、バーン。お、出てきた。これ幼なじみ登場ですね。あ、お、水遊びしてるの子。おい、なんか、まあ、え、ピラニア？もうちょっとしたらいたずらですよね。おい、どうすんだよ、はい、手を突っ込んでピラニアをこうこっちこいこっちこいってもうかませるって。引きつけてるの。危ない危ない危ない。こっち見て、こっち見て。はい、力道場やコンボ。はい、何これ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 。あまり言っちゃダメなんですよ。なんでねえじゃん、電気じゃねえかこれ。もう二人用プレイで楽しい子作りってのがあるんで、これちょっとやってみたいと思うんですよね。いや、ちょっと待って。いや、子作りって、まあ、俺とお前でなんで子作りで。いや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 、まあ、どっちが立ちでどっちが猫みたいな話になっちゃう。いやいや、お皿さんの好きな方の子作りじゃないですね。まずこう生年月日です。ああ、生年月日ね。5月15日5月22日です。5月15日22日でいきますか。はいはい、あるじゃあ、はい、決定ですね。 B 型です。 B 型です。 A B 型です。はい、ケーキカットをやるんですよ、はいはい、ボタン上下押して、はい、こう2人を息を合う感じで、あ、上下、ね、入刀して、俺はこう Y と B ね。そうですね、 X と B ね。はいはいはい、同時に行くんですよ。押す引くをちゃんと息合わせるんじゃないですか。押して、そうやっちゃうんですよ。引いて、押して、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 押して、引いて、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 押して、これできるのが赤ちゃん。赤ちゃんもヘッドギアつけてる。大丈夫？どこ？愛情で 1% じゃないですか。全然合ってないってことですよ。だって愛情ねえもん。 1% でも奇跡だよ。いやいや、もっと上司と部下なんですから。これもうちょっとなんかあるでしょ。こうこういう本当に嫌な上司とかじゃなくて、うん、あの楽しい、あの仲のいい友達とか、そうやればね、彼女とかでやってもらえれば楽しくなるよね。全然あの数字も本当は60、70平気でいきますね。ということで、今月も電動 TV で2本紹介しましたけれども、2本ともこう他人数プレイ、協力プレイ、対戦プレイができるということで、寒い冬は家の中にこもってなんかパーティーゲームする機会もたくさんあると思うんで、みんな仲良くね、対戦やっても協力やっても仲良くゲームをプレイしてほしいと思います。ということで、本日はこんなところで、バイバーイ。仲良くねー。バイバイ。